まあ、この数字は何かっていうと10年後生き残っている会社の確率ですねなので10年後、まあ、約94%の会社はなくなってるってことです今皆さんね会社員の方とか経営者の方がこの放送を聞いていると思いますが10年後皆さんの会社のうち94%は倒産してるんですね で、6.4%が残っているってことです。20年間生き残る会社の確率0.4%。20年後は99.6%の会社がなくなっている。じゃあ、どうやったらこの生き残る側に入れるかっていうと、もうこれもダーウィンの進化論と同じである。ダーウィンはこう言ってます。生き残る生物とは、体が大きな生物ではなく、 体が強い生物でもない。変化に強い生物である。これがまさに会社にも当てはまるということでございます。でね、えっ、ー、と、これ昨日の、えっ、ー、と、オンラインサロンカモビズの日刊カモガシラタイムズに、えー、書いたんですけど、群馬県にあるベイシアっていう会社があるんですよ。 これ昔、伊勢屋っていう名前だったんですけど、まあね、群馬県でカインズホームとベイシアといえば、あとはビッグカメラなんのかなはもうとにかくもうね、群馬県ではもう超有名な産業を支えてるでっかい会社なんですよ。1兆円企業ですから、ベイシアさんって。そのベイシアさんが変わり続けている。従業員人数、グループで1万人以上、1兆円企業が どんどん変化を続けているっていう記事です。で、変革は大きく3つあります。まず1、創業店舗、伊勢屋伊豆店の閉店。変革2、スポーツ用品専門業態、ベーシアワールドスポーツ、全店閉店。変革の3つ目、医療品専門業態、ファッションセンター、全店閉店です。 これわかりますこの痛み。ね、創業店舗とスポーツ業界と医療業界、まあ、チャレンジしまくったわけですよ。とんでもないコストをかけて、それを全部閉店していっています。えー、余談ですけど、この創業店舗っていうのは伊勢谷伊豆店っていう名前だったんですけど、私、働いていました。えー、マクドナルド伊勢谷伊豆店っていうお店。 まあ今ではね、全国に広がって当たり前になったサテライト店舗っていうのがマクドナルドにあるんですけど、それの全国1店舗目、もしくは2店舗目だと思います。えー、僕が24歳の頃ですね、店舗責任者として働いたお,いたお店で、もう毎日開店した時間から閉店まで、お客様が一度も途切れないっていうとんでもない段、特にね、土日になると。えー、マクドナルド本社がセールス予測を大幅に外したお店です。 平均月賞500万円のプランで8坪しかないお店だったんですけど、実際は1000万売ってました。店舗面積8坪で1000万ってわかりますかね店舗ビジネスやってる人ひっくり返りますよね。1坪125万売ってたんですよ。もうとんでもないお店で、もうね、労働環境劣悪でしたね。 まそれをね、まだ僕は店長じゃなかったんですけど、店長になる前の僕一人と、あとアルバイトだけで運営しているお店でした。平均月賞1000万ね、社員一人店長なしですよ。マクドナルドってすごいですよね。もう今焼肉マフィアなんてね、社員が5人ですからね、1000万ちょっとしか売ってないので、ね それをやってたわけで。だから利益はすごかったですよ。もう利益率は35%から40%っていうね、ドル箱店舗だったんですけども、まあそのお店が閉店したんです。まあもっと言うと僕、ベーシア電機さんってね、全店舗に研修に行ってました。コロナ前になるのでね、もう5年か6年前になりますけど、全社員僕会ったことあります。その頃にいた5年、6年前は。 で、もう大きな変革を成し遂げるんだっていうことをすごく言ってる会社で、この会社は伸びるぞって僕思ってたんですよ。でもその後コロナ禍ですよ。 それは店舗ビジネス。まあ、スーパーマーケットだったり、スポーツ用品店だったり、医療品の専門店ですからね。しかも、まあ、まあ、群馬県、地方でね、長い歴史を持っている会社ですから、やっぱり年配の方が中心なわけですよ。わかりますよねコロナであれだけテレビでね、めちゃくちゃ騒がれてテレビを見てる世代の人たち、家から一歩も出ませんでしたから。そりゃ相当な苦しみを味わってるんだと思います。でも、これで終わりません。 これだけの閉店というものをやりながら、実は新規出店に投資をしています。関東近郊に店を出してるんですよ。群馬だけではなく、もちろん地元群馬でどんどんぐいぐい伸ばせればよかったんですけれども、やっぱコロナ禍ということと、やっぱり人口減少、高齢化、この中で店舗ビジネスってそのままただ同じことを繰り返しても未来はない。 だから、閉店にコストを使いながら、出店コストを投資している。まさに、血を流しながら前進している。まあ、これが、会社が生き残るために必要な歩みなのだ。ということをですね、オンラインサロカモビズメンバーに、僕の方から伝えて、我々も変わり続ける覚悟を持とうという記事を書きました。 で、これはもうオンラインサロンカモビズのメンバーさんだけじゃなくて、このボイシーを聞いているすべての人にも伝えたいなと思います。変わり続ける覚悟を持たないと、ビジネスにおいても、まあ生活、幸せにおいても、やっぱりリターンがないと思うんです。もうこれ何度か言ったことあります。宇宙の法則というのは、一番わかりやすく現実的なところを言うと、変わり続けること、この瞬間にも星が生まれ、星が 滅びていっている。つまり、変化がない瞬間は一度もないというのが宇宙の法則。これに抗ったら不幸になる。これに抗ったらビジネスは縮小するわけですよ。一番大事なのは変わり続けることです。だから、今までと同じことを繰り返さないこと。これ言い聞かせないと無理です。我々人間には、いや、生物には現状維持バイアスと言って、今までと同じことを繰り返そうとする感性が働くんです。 無意識だと必ずそうなります。だから、有意識で変え続けることが必要です。ぜひね、今、月初ですよ。ね、2023年11月の月初なので、先月までやらなかったこと、やってみてください。何でもいいと思います。もちろん、経営者の方だったら、ビジネスで大きな挑戦する必要もあると思います。もう僕のおすすめは何と言っても3つです。賃上げ、値上げ、インバウンド、もうカモビズで、 いや、カモビズ以外でも一年半は言い続けると決めたことです。もうこの三つをやることなんです。同時にやってもいい。一つずつやっても構いませんけれども、この三つは絶対やらなければいけない日本の企業の宿命です。経営者以外の人だったら新しい学びを始めてください。コミュニティを選んでみてください。そういう新しい挑戦があなたのビジネスやあなたの人生を豊かにしてくれます。 えー、オンラインサロンカモビズ、毎月1日2日3日の月初にしか入会できない仕組みになっております。まだ入会されてない方、ぜひぜひ飛び込んできてください、えー。私たちの活動は非常に地味な活動です。凡人戦略と題して、学んで成長して豊かになる。これを毎日ちょっとずつやるっていう、 一気に人生を変える方法ではなく、地道に地道に自分の力を積み上げていく、勉強する集団。それがオンラインサロンカモビズです。凡人の方におすすめでございますので、ぜひ、私たちと一緒に学び続けましょう。もうね、凡人戦略はね、変化し続ける。学び続ける、成長し続ける。もうこれしかないと思ってます。やっぱりね、原理原則ってシンプルなんですよね。 やっぱり学んでない人はね、だん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 貧しくなっている。貧しいっていうのは経済的に貧しくなったり、やっぱ人ですね。人間関係が貧しくなっているなっていうのを本当に見てて思うので、まあ、このボイシーを聞いている方は、学んでいる方、学ぶ意思のある方、成長意欲のある方、凡人戦略をもうやってるので、どんどん突き進んでほしいと思っております。ということで、今日という一日が、 皆さんとって最高な一日になりますようにせーのいいねちょっと声枯れてんのはね子供たちと騒いだからかもあのザ・ロードっていうねオリジナルソングのミュージックビデオの撮影小学校で騒いでしまいました